本日ですけれども双子塚古墳にやってきました。市原市姉崎にあります。駅から徒歩10分くらいですね。今回はこちらの古墳に登りたいと思います。古墳の麓まで来ました。地図に映っていますこのマークは現在位置です。こちらは公園部側になります。中央のくびれ部です。前方部になります。このように現在位置が分かるように地図に表しました。中央のくびれ部から登ります。説明文があるようです。5世紀中頃に作られたそうですね。全長は160メートルの前方後円墳です。それでは登ります。草は多いけど歩けます。くびれ部です。古墳に登りました。前方部と後円部は盛り上がっていますね。後円部に登ります。後円部です。稲荷神社がありました。隣には大きな道路がありますが、ここの古墳は気づかないかな。後円部から前方部の眺めです。くびれ部は低くなっていますね。前方部は盛り上がっています。起伏がありますね。前方部です。景色がいいですね。この先は絶壁です。
前方部から後円部の眺めです。古墳は田んぼと住宅に囲まれています。くびれ部に戻ってきました。桜の木が植えてありますね。もう少し早い時期に来ればよかったかな。北側斜面になります。はい、古墳いかがでしたか？今回は初めて古墳に登りました。結構起伏があることに気づきました。景色がいいので富士山も見えるそうです。近くにはまだ何箇所か古墳があるようです。ちょっと学びたくなったので、次回は市原歴史博物館に行きます。それではバイバイ。